はいじゃあえっとそうですねえっと東京新聞杯からえっとこの最初の総評のところの「前につけた馬に有利というレースではありませんでした」っていう書き方がハイペースが差し 追い込みが有利っていう意味で書いてるのかな。えとどうなのかなっていう。はい、ああはははは。はい、うん。あの静香ちゃんはいつもここで引っかかるんですよね。はい、ねだったらこの情報を、はい、あの見ないっていうふうに考えた方がテストの点数は取れますね。<ー>うん。この情報は気にしないでください。はい。うん。で予想の時も考えないでください。はい。わかりますね。はい。これが点数を取るコツなんです。うんうんうん。 分かる自分の分からないことに執着して点数を取れる場合もあるんですけど、はいはいはい、常にこれを質問するということはしずかちゃんはここに関しては理解が非常に不得意ということなんですよ。不得意な 問題は場所はあの出たらしょうがないということで捨てるということを覚えた方がいいですね。だからラップに関してはあのハイペースとかスローペースに関しては今の時点では静かちゃんはあの情報を捨てた方がいいということを僕は教えたいですね。うんで次はあとはですねこれはわからないとこっていうかいつも私がなんで引っかか ててししまままうう悪悪いい癖ががあっっ、うん、過去成績悪かかたたたののに来今ので言いましょうかね、はい、私が引っかかる悪い癖っていうのはこれは、はい、あの受験生もよく言うことなんですけど、はい、これはですね大事なところが分かってないから大事じゃないところに引っかかるということが前提にありますんで、うん、あの大事なところが分かってないということを,を重視してください。はい わかりますね。うんうん、なんかまあ私の悪い癖といえば大事なところがわからないという癖があるというふうに書き換えてください。わ、うん、かりますね。はい、ここ大事ですよ。わかりますね。はい、はい。うん。まあちなみに<あ>、えー、ちなみにですね。うん、そのウィンカーネリアンだったら六、うん、歳馬の成績が悪い。うんうん くつえー、厳しいデータを覆しての勝利と、うんうん、あとまあナミウルとプレザー・ジュリフトにおいても8枠の成績振るってないけど今回来たっていうところを見ると、うんうん、次は来るかもしれないって思ってうんです、はいこれ本当とにしつこいけど、はい、学校のテストと一緒で、はい、あのテストに出る情報とテストに出ない情報っていうものを振り分けるそれが全てになります。はい うん、全体のことを全て分かってテス,トにとテストができるほど人間の記憶力というものは優れていませんから、はいうん、暗記しなきゃいけないもしくはメモしなきゃいけない記録しなきゃいけないってなってくると情報のの振り分けっってていうものが絶対条件になってきますね、うん、だからいらない情報を捨てていく。 うん、そして馬券が的中しだしたらさら、はい、に情報をプラスしていくというふうにしていくだから学校のテストもそうですね、えー、30点しか取れない人でしたらまずはあの50点を取るために、はい、あの50点分の100点満点の50点分の情報を捨てる作業から先にしていかないとその子が30点から50点に伸びることは絶対にないですね。はい わかりますよね。はい、だから、はいえー、馬券あじゃない競馬がわからない人っていうのは、はいえー、馬券に直結しない情報をいらないってあの判断する練習をした方がいいでしょうね。はい、いる情報よりもいらない情報を、はい、あの見ていく。そのものさちはも距離とグレードに関係しない、うんえー、文章はテストに出ないって考えていいと思います。はい。うん。 あと,はあとはですね、うん、えっとい、ま、らない情報のところでウィンカネリアの最後の時計も早いですし化け、うん、になれる可能性はあると思いますいで、うん、なぜかなっていうのがあです、うん、あとは、うん、えっとナミュールのところで から質問がダメって言ってるんじゃなくて、はい、これをいらないっていう風に距離とグレードで判断する練習をしなきゃいけませんよ。ということです。はい、あなたが判断できなきゃいけないの、わ、はい、かりますよね。わ、はい、かる。はい、うん、あいらなかったんだ。じゃないんです。はいうん、あ、これは距離とグレードに関係ないなと、はい、うん。じゃあ、あなたが。 聞きたいことで距離とグレードに関係するところでたまたま質問があったところっていうのはありますかありりりませんか残残と、うん、いうことはあのーまあ、少し厳しいかもしれませんけど、はい、このカウンセリングなしにあなたが、えー、小倉大笑をのテストを受けてたら、はい、あのかなりの確率で、はい、あのー 肩のステップ2、3にに行くととと外れる、うん、というこなだからどうして先生がステップ1で止めとかないと的中率落ちるよって言ったかというとしずかちゃんはその競馬の全体的な知識は非常にたけてるんですけど、うん、テストに出るところが分かってないんですね。 これって自分が中学とか高校とか大学の時と全く一緒やんって、うんはい、それはそうなんですよ。人間はなかなか変わらないということです。ずっと延々と同じ失敗を繰り返していく生き物なんですね。はい、うん、あの競馬をきっかけにあのトレーニングして、あの大事なところだけ。そしていらない。情報は捨てる。これは、えー、仕事でも人間関係でも僕は全て同じ。 考えでアドバイスをしてます。はい、うん、人間関係でも自分が幸せになるまあ、自分を幸せにするために必要ない人間関係をあのー、切っていくということは、あの僕は必要だと思います。わ、はい、かりますよね。はい、うん、全く同じでしょ、はい、うん？ということ葉。ま 分かりましたガマさんの勉強の仕方今後も、はい、あのこれは距離とグレードに関係あるのかないのかわからないそれを僕に聞いてくれたらいいですね、はい、そして距離とグレードに関係ありそうだけどそこがわからない、はいうん、でこれは距離とグレードにどうしても関係ないんだけど自分の心がどうしてもこっちを向いてしまう っていうこの3点に関しては僕にあの質問した方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、うん、距離とグレードに関係ある分からないところ、はいえー、距離とグレードに関係あるかないかが分からないところ、はい、そして距離とグレードには関係ないって分かってるんやけどどうしても気になるところこの3つというものをあの相談することによって、はい、あのテストの点数は上がると思います。はいうん じゃあガンマさんの、はいえー、ブログの勉強の仕方っていうのは、はい、これぐらいにしてきましょうかね、はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、えーはい、今何部なのこれ三部だっけはい、そうです。うん、じゃあ。えー まあこの前の、えっ、ー、と、はい、なんだったっこの前のですト京都記念。京都記念、ねえー。京都記念は、はい、えっと、肩は、はいえー、静香ちゃんはあってました。はい、うん。で、この京都記念を、はい、その、 話しする前に小倉大商店の過去のレースの分析っていうのを一緒にしていきましょうかね、はいはい、あのまあ今度の日曜日にレースが、はい、まああるんですね、はい、で小倉大商店ハンデ戦なんですねで まあ日曜日もう一レースあって、それダートですね、はいはい、そしてハンデ戦はちょっと嫌、うん、だなと思ったんで、はい、その前の日のレース、はい、土曜日のレースは1個がダイヤモンドステークスでハンデ戦だったんで、はいはい、もう1個、1> えー、京都品場ステークス、あ、これ狙いかもしれないと思って、はいうん、僕が過去の人気順を見たら、 えー、5レース中3レースが僕たちの肩不適合だったんでこれはもうちょっとダメだということでう、はい、まあ懐けばハンデ戦とかも多いですから、はいまあ、ハンデ戦は投手としては若干難しいんですが、はい、あのー、避けて通れないところがあるんでハンデ戦の練習も兼ねて、はいあのー、今度の、はい レース、小倉大笑点というものにチャレンジしたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、あの先日福山さん来られて、はい、えとヒントを言ってるんですけど、はい、もう一度繰り返しまだ配信がまだなんでえっとええ何だったっけなちょっと待ってくださいねー。はい どこに書いてたかわからなくなっちゃった。<laughs> <laughs> <laughs> えっと多分ね、はいえー、1800の実績場を探せ。はい、ただし、はい、2,3,4、えー、人気で軸い 1> 1等は同じ、はい、1> で1から4人気で相手1頭は同じ、はい、で3番目だけハンデ戦ということで変えます、はいえー、5番人気から全頭の中から1頭、はい、ここだけをちょっと変えます、はい、距離は1800の実績場を探せそして一箇、えー、所だけ違うのはいつもと だから実績っていうのは今回はこの前は3着以内にしましたけど馬券内で、はい、今回は5着以内を実績として、うん、戻しますね、はい、そして5番人気から全頭の中で1頭というふうに変える、はい、これで、はい、えハンデ戦をカバーできる可能性が高くなると思います。はいうん、でじゃあ実際にあの去年と一昨年ぐらいの、はい。はいはい レースをちょっと分析していきましょうかねええー、去年ですね、はいえー、去年は、えー、1着アリーボで、はい、1>, えーと1番人気 2>,、はいえー、2着がランブリングアレイで3番人気、はい、3着がカデナで8番人気でしたね、はいはい 1、えー、一着のアリーボーから見ていきましょうかね何を見ていくかというとその、えー、この小倉大商店1着を取るまで新馬戦から。はいはいはい えー、1800のまず実績ですよね、はい、それを見ていくということになってくると、えー、1800最初だとなんでずっといくと、はい、うもう、えー、3歳未勝利戦で1800で小倉競馬場で1着ですね次は2000ですからパス220020002000 22でパスで3000でパスで1800ンノラステークス3所クラス、はいえー、で小倉競馬場1着ですね。はいはい えー、で、はい、本番、はいうん、こう考えると1800の実績がまあグレードはちょっと置いといて、はいえー、ありますよね、はいうん、ああなるほどやっぱり去年の一着も1800の実績があったんだなということですよね。うんうんはい えー、そして次の、えー、ランブリングアレイを同じように、はい、新馬戦から1800の実績だけをピックアップしていくとフラワーカップ G31803、はいえー、着、はい、なんかこっちの馬が強そうですね。すねえー、ずっと上にいくと下、はいえー、特別一緒クラス1800。 競もうなんかもう,もうこの感じでもあのこの馬買わないといけないぐらいな感覚ですよね次、はいえー「札の森特別二色クラス1800京都競馬場1着」はい。 えー、ずーっと行くと「カシオペアステークスリステッド1800、はいえー、京都競馬場1着」はい、1> もうこれもなんかもう,う 1>, あの1着になっても全然おかしくなさそうって、はい、僕だったらこの時点でもう思いますね「はい、<laughs> 中山牝馬ステークス G3 千葉、はい、1801着」はい、うーんっえー、ずーっと行って本番、はいはい、もうこれもうあのーはい、<laughs> もうなんかもうあのー。 これ何番人気だったのかな。二番人気。二番人気。三番人気。三番人気。もうこの時点でも、かなりの軸候補ですね。うん、あの予想を振り返ればね。うん、で、次が。ええ、嘉手納ですね。ええ、嘉手納は、し同じように新馬戦からずっと見ていくと、せい、二歳未勝利戦で阪神競馬場で一着ですね。 ええー、ずっと行くとずっとバスですね。うん、はいうん、これテスト勉強の速さですよ。はい、わかりますか？<laughs> はい、今三本終わった？はい。<laughs> じゃあ三本終わって、はい、この続きは四部の方に行きましょう。はい。はいはい